チャロオムアビラ、平安を意味するシャロームな、町の歴史や出来事を伝えるシャローム・アビラ。アビラ町のことを知って、一緒にこの町をもっと好きになっていきましょう。今回は創業から102年になる地域の本屋さん、堀書店を紹介します。創業者の堀さん一家は、どうしてお店を始めたのか。明治維新の後、本州から北海道への移住の歴史と深い関係がありました。それでは、三代目店主の堀清江さんのお話を聞いてみましょう。祖父、父、僕ということで、約100年間、堀書店という店を継続してきたということです。うちの、おじいちゃんがですね、北海道に渡った時の、我が家の収録という形で、記録を残してあったもんですから、明治北海道に来た時から終戦の昭和20年までの記録がここに書かれておりますので、もともと堀家は明治維新までは武士の家系でございまして、この資料によると何か織田信長の時代から連綿と続いている武士の家系であったんですけども、桑名藩って言うんですかね、桑名藩で、三重県の四日市というところ、名古屋の隣ね、あそこに、社があったということの記録が載っております。明治維新になりますと、どうして桑名藩、また有名な会津藩とか、なんとかそういうところで、どっちかというと、官軍じゃなく俗軍と言われましたけども、幕府側についた家系であったんですね。そういうことで明治になりまして没落したということが資料に載っております。それで、農家をやったり、それから養蚕っていうのかな、蚕ですね。あの当時日本の国は絹やなんかの輸出があれでしたから、やってたようなんですけども、伊勢ですから、とにかく海辺ですから、水害が多いらしいですね。でそれで、その養蚕業も、ダメになってということで、その時に身内の知ってる方がいて、こんな狭い本州にいるより北海道に渡ったらいいんじゃないかと、そこ行くと土地が何十坪もあってあれだよということで、それで意を決してですね、これによると明治38年に遠浅の薮荘というところで、今で言ったら今は玄武っていうんですけども、そこに農家を始めたんですね。ところがその土地からちょうど、景気も38年ですから、日露戦争終わったばかりの時で、戦争終わったら不景気になりました。明治38年2月22日、自分を残して一家北海道へ移住す。父母は海上南百里隔たる北の果ての国に行かれ、今では面を見るだにできず。8月22日、伊勢国四日市港を出港す。涙と共にたもとを別れ、見ゆる限りハンカチを打ち振りて見送られた。8月24日、東京湾へと船は徐々に進む。8月25日、横浜市内の見物をなす。9月2日、小木の浜を出港。左に金華山を眺め、何事もなく航海を続け。9月4日、函館港に停泊せり。9月5日、室蘭に上陸。午後1時30分、室蘭発の列車にて、目的地、十和田に迎えり。父母兄弟に会う嬉しさに、途中の景色も物珍しく、午後4時、十和田駅に下車せり。十和田の町は、戸数十数戸にて、寂しき町なりき。この町より約10町東に、藪農場あり。父母の家に着きしは、午後の4時半。
そうこうして何年かやってたんですけども、あの米作はなかなか難しい土地柄だったらしいですね。そして例外等が続いたもんで、おじいちゃんは、まあ、これではダメだということで、当時あの夕張炭鉱があって鉄道が光りましたんで、大焼地区はですね、あの鉄道の分岐点、石炭の中継基地になっていたという時代って背景があって、おじいちゃんはいやこれからも鉄道の時代だという感じで、鉄道教習所というところに、大正に入ってから教習所に入ったたちですね、大正2年の時にあの鉄道教習を出て公の助役に拝命になったんですね。助役でそこで、まあ、鉄道員をやっていたんですけども、当時のあれでは苫小牧はまだ村だったし、それから千歳も飛行場がまだなくて、どうしても公の中中そういう輸送の中心地方だったよ、あ公が伸びるなという形で、大正6年にですね、弟の重一さんという三男もですねに商売やらせたというのが、あの堀書店の創業の始めだったそうですね。今でいう本町4丁目ですか、何でも屋みたいな仕事をしてたみたいですね。運送業から教科書から本から雑貨関係ですね、そういうものを手広くやってたらしいんですけども、大正10年ですね、10年で33歳で片腕の重一さんという方が亡くなったらしいですね。なんか話聞くとなんか今だ治るのは盲腸だったらしいですけども、そういうことで亡くなって相当ショックを受けたということで、これに書いてますけどね、昭和6年にですね店舗を改築したんですね。2階建てで、まあ、当時としては目立つ建物だということで、って書いてあります。聞くところによると当時の古い店屋さんやった人はね、やっぱり公がやっぱり将来発展するということで、薬屋さんだとかなんとか床屋さんとかやっぱ目つけてこう開業したっていうのが結構多いですね、その当時の人たち。それが書き合ったんでしょうね。まあ、うちのおじいちゃんはその長男のうちの親父を、まあ、医者にさせたかったらしいんですけども、体調を壊してですね、中学 3年生の時に中退してるんですね、病気のため、まあ、体を壊して療養するということで、おじいちゃんの元で店の手伝いをしてたんですけども、その戦争の時代に第二次世界大戦になるということで、うちの親父は徴兵されまして、ベトナムとか あっちの方にね、戦争に行って一旦除隊して帰ってきてます。そして在郷軍人として店を手伝いをやっているうちに、また召集されまして、今度は旭川ですね、旭川の連隊に行ったんですけども、その時はなんかもう戦争末期でしたので、もう今度行ったらもう命はないぞと、という形で行ったんですけども、連隊に行ってすぐ終戦になっちゃったということですね。旭川で終戦になりましたらすぐ帰ってきたんですね。だけども店はやってんだけども、あの当時ですから売るものもないし、食いも大変だということで、食料がとにかく大変な時期です。そしたらおじいちゃんが今の千歳の協和ですね、協和地区に土地を持ってたんですね。米作って家族なり身内の人ぐらいの米を作れということで、昭和20年に協和地方で5年間25年までやる。で私は18年生まれですから、本当の幼い頃の記憶っていうのは、その親父が農家をやった記憶から始まるんですね、人生はね。そして25年になって落ち着いたからということで、お前が店を継ぎなさいということでやりまして、うちのおじいちゃんとおばあちゃんは明石家現金堂ってね、今で言ったらレストラン渡辺さんのあたりでスポーツ用品と呉服屋さんをしばらくやってました。でたまたまおやじを乗して白尾行った帰りにですね、今で言ったら中野の立教って、あの当時ね、昭和事故あったで43年ですから、苫小牧の港ができたり工業地ができたら大焼から遠浅を通じてね、直線道路、産業道路っていうんですかね、今のね、そこに抜ける道路ができたばっかりの時ですね。そこであそこ7月にガスかかりますよね。でガスで酔っ払いダンプに飛び込められて、
で僕が運転したんですけども、僕も大怪我した。で親父は後ろに乗ったんですけども、反動で巻いて肩のところをやったんですね。この神経やられて、警察に伝えたのは僕の同級生らしいんですよ、ね、で駆けつけたのが成田さんちって公の駐在所さんの人が来て、で車ぐちゃぐちゃだしね、そして僕ら血だらけだし、見たらなんか見たことあるやついるなって言ったらね、あれを、うん、堀の親父でねえかとかなんとかちって、あと交通事故あって親父がもう奇跡的になったんですけどね、1年半ぐらい植物人間だ、意識がなかった。で僕も、今でも、まあ、50年前の傷だと思う、傷跡は残ってますけども、その時百何十針しつた顔がぐちゃぐちゃって、ね、手なんかもね、それで複雑骨折やなんかして、もう全然大変な事故だったらしいんですけども、まあ、なんとか一命を取り留めたっていうことですね。あの店も終わりだなと思いましたね、完全に。あの大黒柱いないし、で僕もね、元気だったらいいけども、全然もう体不自由だっていう形になると、店の成り立ってね、おふくろ一人なんてちょっと無理で、地域の人たちにですね、やっぱ本屋さん一軒しかなかったもんですから、文化の火を消すなっていうことかどうか知りませんけども、すごくあの同情もありまして、ものすごくあの協力的にですね、あのその配達なんてしなくていい、あの店に来てもらうか役所の人に来て持ってってってことを、1年ぐらいやってもらして、僕も体不自由、車もないしね、運転もできませんから大変不自由してたんですね。そうした時にこの言葉はもう生涯忘れないんですけども、ある人がね、鉄道の方なんですけども来て、いや堀君、あんたぞ、いつまでもあんたはね、世間の同情に甘えて、あの生きたらダメだよ、甘えてね、同情心だけでいるってそんなのも先続かないからっていうことを聞いて、その時は何と思ったけどね、その時考えたらね、そうかなと思って、それが割合僕の人生訓になってますね。字書くと左手書くんですからね、もう伝票一つ書くんでも大変だったんですね。で深夜放送がすごく盛んな時代で、それを聞きながらね、僕はこう伝票書きとかね、ゆっくりやりながらそれをやってましたね。ソリ引っ張って、もう冬だとソリ引っ張ってやるんですね。そうすると朝から、あの時は本がすごく売れた時代だったもんですから、朝から出て晩の8時ぐらいまでかかるんですね。そしたらみんなの手添いの方も寝てる方が多いんですよね。だけどもそういうところ行ってきて、そこで嫌味言われた方は一件もなかったですね。あ、心さん頑張ってんだなということで、俺みたいにでもなんとかやっていけるかなっていう感じを受けたのが事故後の2年後ぐらいですね。そのうち、まあ、体も治って、で親父も奇跡的に回復して、もう復帰はできなかったですけども、あの帰ってきて、これが、まあ、転職なのかな と思ってやったんですけども、43年からやったってことですね。で それから約50年間文化の中心がですね、映画と本でしたね。そういう時代ですから、もう黙ってても売れるという時代で、その当時はものすごくね、休みも何もなくてね、大変だなと思ったけど、それだけやっぱり、それはうちばかりなんですよ。あのといった旅館業だとか、あの分岐点ですから、いろんなところがすごく繁盛してた、活性化あったりした時代ですね。親父は脳借金経営だったんですね。で僕は若いから、その貯めて1000万貯めたって、それをただ持ってるだけじゃなく、それを生かして2倍にも3倍にも活用してやったらいいんじゃないかということと、親父といつも議論してました。で親父も何言ってんだということで、で後を考えればそれを従ってればよかったんですけどね。昭和55年かな、当時バブルの時代で、バカみたいに借金をしましてですね、3階建てビルだったんですね。1億円かけて借金してね、右肩上がりで行くと思ってたんですね、自分はね。だからそれをちょっと経った頃から下がってきたんですね。あと公の町の勢いが違う、鉄道がダメになってきた。で民営化になっちゃいましたね。だ人口バーンとなるんですね。だ鉄道の町からも全然ってなっちゃって、そういうことでその借金の返済で大変に苦労したって、ね、長く続いたっていう中の一つには、まあ地域とのつながりを大事にして、大きくは何かとも細々と継続は力のある力が細々と続いたということでしょうね。店を辞めるっていう段階でも結構悩みました。僕子供女の子ばっかりだから後継者いないから、辞めるってなってきた時にいつ辞めるかっていうことを常に考えてたんですね。
じゃあ廃業するっていう手もあったんですけど、なんか地域の皆さんにずっとね世話になってきて、まあ、潰れないで来たのもお客さんあってことですから、そういうことについて自分の都合で辞めるっていうのはどうかなっていう感じはちょっと引っかかったと思います。地域に愛され支えられてきた堀書店は事業継承の道を選び、2020年には創業から103年目を迎えようとしています。事業を受け継いだのは厚真町出身の小名谷夫妻。商工会青年部としても活動し、地域を盛り上げようと頑張っています。最後に堀さんが次の世代に伝えたいことをお聞きしました。ね、20代の前半で交通事件があって、生きるか死ぬかっていう状況まで追い込まれて、それがどん底だったんですね。で、あの試練がなかったら僕は今の僕はなかったと思う。事故のあった時は僕の分岐点で、あの時あの事故がなければ今の僕はなかったのかなと思ったりなんかするし、やっぱり一つの分岐点だったですね。試練はね、若いうち勝手でも受けなさいっていうくらいね、若いうちの方がいいです。その試練を若いうちはそれをバネにしてすることが一番世の中をね渡る。その当時は苦しい思いしたけども、なんかこうそれからいろいろ山田があった時に振り返った時に、あの時のことを思ったら今は天国っちゅう前よね、あの時よりはまだ今の方がいいっちゅう形で、どん底を若い時に経験した方が僕は人生生きる上ね、生きる上ではそれ一番大事なことかな。堀書店のこの100年間の歩みは、明治から昭和にかけて日本社会の変革や戦争など変動の多い時代とともにありました。これからの時代も堀書店が地域に愛される場所として、この町の歴史とともに続いていくことを願っています。これまで全6回にわたりお送りしてきたシャローム・アミラ、今回の放送をもちまして最終回となりました。ご視聴いただき本当にありがとうございました。